の会社は中型から大型車を利用しまして、主に店舗様へ商品の配送を行っております。まず朝出社をしまして、物流センターの方に行きます。で、荷物を集荷いたしまして、ドラッグストアの配送だったり店舗さんの配送になるんですけれども、1日そうですね、3件から4件ぐらい回ってという流れになってます。もっと稼ぎたいって人には夜間作業だったり、あと休日出勤だったり言えば仕事を作っていただけますし、逆に用事があって休みたかったり、毎週土日休みたいとかいうことでしたら、それも会社に言えば調整してくれますので、すごい働きやすい環境だと思います。例えば荷下ろしとかだったり、自ら率先してやってくれまして、朝行く時だったり帰ってくる時だったり、すごい気さくに声をかけてくれて、一緒にジュースとか飲んだりしてくれるんですけれども、いい影響が社員の方にも出ていて、みんなとても気さくで明るい職場で勤めやすいです。とても明るくて働きやすい会社だと思います。興味がある方、ぜひ一緒に働きましょう。よろしくお願いします。僕、普通免許しか持ってなくて、会社に入って中型トラックの免許を取らせてもらったって感じですね。その求人に自動販売機の作業って書いてあって、なんか普段何気なく買ってるけど、どうやって作業やんだろうなっていう興味本位で応募してみました。僕、体を動かすの好きなんで楽しいですね。社長がすごい熱い人なんで、僕はそれが好きですね。なんか魅力をすごい感じるんですよ、僕は社長に。僕はこの人についていきたいなと思いますね。とてもアットホームでやりがいがある仕事ですので、ぜひご応募お待ちしております。ドライバー求人サイトの